ここかな。歩ける歩ける。はいはいはい。気合い。はい。お。あ、これ3も。着いた。71番札所剣五山伊谷谷寺。古来から神仏の住む霊山とされてきたこの山に、聖武天皇の勅願によって行基が創建したと伝えられる。幼少期の弘法大師がここで勉学に励んだことで知られている。山頂付近にある本堂までは580段の階段がある。金剛剣菩薩ってやるのかな。煩悩の数だけまっすぐ伸びた108階段登りきると先に大師堂にたどり着く。本堂はそのさらに奥だ。108、ああ登った。ああここ大師堂本堂行きましょう。あ、ここ、これ手洗うのかな。あった。お金ついていいのかな。街が一望できる。ずいぶん上にあるね。三田行進無形下無形下行無空不恩利一切天道無双空行涅槃三世小仏へ般若波羅三田行徳川のくたら三脈三宝台。おほらすっごいちっちゃくちっちゃく掘ってあったりしてる。あぶね。本堂の背にそびえる岩壁にはさまざまな時代の彫刻が残る。鎌倉時代に彫られたとされる弥陀三尊磨崖仏。道を戻り岩に寄り添うように立っている大師堂に向かう。参拝は中に入って行う。なるほどなるほど、こうなってるんだ。あ、こんにちは。こんにちは。あ、ここだ。へえ、すご。加根検問特殊寺願下如来真実義。ギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハラソーギャーテーボージーソワカー。弘法大師が7歳から12歳まで勉強に励んだという岩窟が大師堂の中にある。奥の院獅子の岩屋。獅子の口が大きく開いたような形の岩場だ。ここで勉学に励めば修行の妨げになるあらゆる煩悩を食いつぶしてくれるという。僕もお大師様に習って修行します。お願いします。はい、お願いします。はい